こんにちは。私はファッション科担任の青木と申します。今日は私がファッション科のご案内をいたします。ファッション科は2つのコースがあります。デザインコースとビジネスコースです。この2つのコースは共通の授業があります。例えばパソコンを使ったウェブの授業、同じくパソコンを使ったデザインの実習、それからこちらの工業用ミシンを使ったソーイングやパターンの授業もあります。これらソーイングやパターンは服の基礎となる部分です。なのでショップスタッフを目指している皆さんにも必要な勉強となります。また、生地のデザイン、生地の勉強ではどのデザインがどの生地を使うといいのか、そういった勉強もします。企画の授業もとても面白いですよ。総合デザイン科の学生たちと一緒に企画の勉強をします。ファッションには強いパワーがあることをご存知ですか？好きなコーディネートで出かけた時のすがすがしさ、それかわいいねって言われた時の嬉しさや高揚感、私たちはそういうお客様のお手伝いをするためにファッションの勉強をしています。あなたは2年間勉強した後に何になりたいですか？ファッションで何を表現したいですか？この学校で一緒に勉強しましょう。校舎で待っています。